どうもこんばんは、佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして久しぶりの登場のリーです。リーです、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうですか、生活ちょっと変わってきました、佐藤さん。そうですね、うん、元々引きこもりなんですけどもトレードっぽいっすね。それかゴールデン街からどっちかあったんですか。ゴールデン街がなくなっちゃったんで本当にまったりしてますね。そうですよね。どうですか、トレードの量が増えました。まあ、そうですね。3月の中旬とかもちゃくちゃ増えたじゃないですか。あのプールはね、結構高かったんですけど、最近はね、なんか500行くの下がってて、ね、落ち着いてきましたかね。確かに。3月の中旬ぐらいに、あ、これはすごい動いてるかと思ったんですけど、一気に動かなくなっちゃったし、動いてる週の癖を引きずって2週間ぐらい痛い目にましたね。わかる。なんかトレードって、そのなんか流れに乗ってるときってすごくいいんですけど、うん、その後ちょっと流れが変わってくると、うん、なかなかそのといいときの癖というか、動いてたときの癖、うん、またその前のトレンドの癖がなかなか抜けないってときありますよね。それで失敗しちゃうっていうこと。あの、3月結構動いてて、張り返しても平気だったんですよね。はい、でも今張り返すと、一致くなかったりしてて、そうなんですよ。結局インド力だったりするんでね、うん、やっぱ。やっぱ、そうすごいなってきたんだなってのは分かりますよね、正直。